フィアフィッシングジャパンの東です。2020年1月トラウティンマーキスに新しいシリーズが登場いたします。今回のシリーズブランクスが全然違います。弊社最高峰ブランクスタフ製法で生まれ変わった 100% カーボンのブランクス、新しい釣り味にチャレンジしました。今回登場する新シリーズはトラウティンマーキスエキストリーム、トラウティンマーキスの最高峰のシリーズになります。スピニングが3ラインナップ、そしてベイトが1ラインナップの合計4ラインナップで登場いたします。まず最初に説明したいのがこちら 532UL です。今見ていただいているような里側の渓流から小規模渓流まで、まあ、あらゆるフィールドで活躍できるバーサタイルな一本になってます。ルアーはスプーン、それからスピナー、もちろんミノーにも対応してます。次はこちら 512L、 ミノーイング専用のタックルになります。スピニングで少し短いです。キャスターアキュラシーよく投げていただくための設計をしています。次は 544L、 こちらマルチピースロッドになっておりまして4ピース設計です。今回登場するトラウティンマーキスシリーズで一番強いブランクスアクションになってます。得意なルアーはミノーです。次はベイトタックルです。 4112L、 こちら5フィートを切る少し短いセッティングになってます。キャストアキュラシーを高めていただく渓流ベイトフィネス専用のロッドになっています。竿先は色を変えておりまして、この色を目印にリリースポイントを見つけていただければと思います。新しいトラウティンマーキス、トラウティンマーキスエクストリーム4ラインナップで登場です。タフ製法を採用した新しいブランクスで新しい釣り味をぜひ体験ください。プロデュースバイアブガルシア。